はい。お、あ、また、また電車来てるの見えます。見えて、あ、電車来てる、電車。ね。うん、あ、見て見て、あ、これ夕張行くやつ、夕張行き。あの、ほら、ね、短い電車、ほら、走ってるし、ほらほら、短いのあるでしょ。これこれこれ、かわいいでしょ、これね。千歳からね、夕張まで行くんですよ、これ。わー、これ本数少ないですよ、これ。いいの見えましたね、皆さん。で、このホテルね、もう一回言うんですけど、JR ホテル、え ?JR イン、あ、お救急車も。JR イン、千歳ってホテルなんですけどね。もう飛行機は見えるわ、電車見えるわ。そこに銭湯もあってね、銭湯から煙がもくもくもく出るのも、これね、煙がもくもく出る、あれ銭湯ね、ちょっと待ってください。あれどれどれ、あ、銭湯、これね、これ銭湯なんですけど、ちょっとまあ分かりにくいね、あ、この角度の、これの方がいいですよね。あー、いい、これに、もう一回やり直してよかった。なんか、火事ですか、どうしたんですか、皆さん、皆さん、ドスコイライブ、ドスコイライブカメラインチ、自動性です、ほんとほんとそうですね。うん、ドスコイっていうね、あの余計なのは映ってるんですけどね。余計な BGM はあるんですけど、ドスコイトークっていうね、余計な BGM はあるんですけど、あのこれライブカメラですよね、これね、面白いですよね。うん、電車来ないかな、ちょっとあれから来てないですけど、皆さん特急来ましたよ、皆さんもうすぐ来ます、向こうから。このカメラで見えてるかな、ちょっと分かんない、もうすぐ見えてくると思うのでね、これから特急、これあれかな、言う、函館から来たやつかな、北斗かな、多分北斗っぽい。ほら、見てる見てる、これ見てるでしょ、ほら、うん、お、いい感じ、音鳴らしてくれて、おお、いいでしょ、わあ、素晴らしいですね、わあ、いいな、このホテル、いいとこ泊まったわ。サービスで音鳴らしてくれたんですかね、おはようございます。本当ですね、サービスかもしれないですね。あの運転手さんが、運転手さんがね、ドスコイがあのホテルにいるらしいと思って、鳴らしてあげようで、プーって言って、ドスコイ元気みたいな、フレンドリーでいいですね。楽しいんだ、あ、また来た、あ、電車、あ、これ何これ何これ、これも函館行くんじゃない、これ多分函館行くんだと思いますよ、これ。おお、同じだ、デザインだもん。あ、でもこの人は、この電車はプーって鳴らしてくれなかったですね。だから、あの函館から札幌方面行く電車があれかな、鳴らすのかな、あのプーって。直樹さん、電車に乗り込むバーブーって味わえるから。だって楽しいんだもん。電車がいっぱい来るバーブー、で飛行機も飛ぶバーブー、でこの話が始まる、この話始まったから飛行機ちょっと飛んでないんですけどね。この前にね、一回やったんですけど、それちょっと、何、カメラの向きちょっとあれだったのでね、多分アーカイブ残ってない、残してないのであれなんですけど、飛行機飛ばないかな、飛行機飛んでもね、天にしか見ないんですけどね、